ステファン・ウロシェ3世デチャンスキは、セルビア王国の王。王座をめぐって、一族と戦い、彼らに勝利した。デチャに修道院を建設したことより、デチャンスキのあだ名で呼ばれる。ステファン・ウロシェ2世、ミルティント、ブルガリア王女、アンナの子として生まれる。ブルガリア皇帝ゲオルギー1世テルテルを、母方の祖父に持つ。セルビアとモンゴルの間の友好を保つため、従者と共に、 ジョチウルス西部の有力者の外に人質として預けられ、1299年に野外が戦死した後に帰国する。ゼタの統治を任されていたが、1314年に反乱を起こす。年内にビザンツ帝国の軍事力を借りた父ウロシュ2世によって反乱は鎮圧され、彼はコンスタンティノープルに亡命する。この時、彼は父によって、 視力を奪われるが、完全な失明には至らず後に回復した。1317年に、ウルオシュ3世は、フムの主教ダニーロにあてて、父との仲介を頼む手紙を書き、手紙を受け取ったダニーロは、セルビア大主教、ニコデモに、ウルオシュ2世への取りなしを依頼した。1320年に、ウルオシュ3世は、帰国を許され、領地として、ブッディムリエを与えられる。 1321年10月29日に、ウロシュ2世が病没すると、彼の異母兄弟であるゼタの支配者、ステファン・コンスタンティンが、セルビア王位を継いだ。ステファン・ウロシュ3世でチャンス期の、大冠式コンスタンティンが、ウロシュ3世への復従を拒んだために王位をめぐる、内戦が勃発、ウロシュ3世はゼタを攻撃し、コンスタンティンを殺害する。勝利の後、 1322年1月6日に、ウロシュ三世は大主教ニコデモより体感を受け、彼のこのドゥシャンも若王として体感された。ドゥシャンはゼタを領地として与えられたが、これは彼を後継者に指名するというウロシュ三世の明らかなメッセージだった。一方、ウロシュ三世のいとこであるステファン・ブラディスラブ二世は、父のステファン・ドラグティングをより与えられた領地のルドニク。 地方で兵力を集めていた。ブラディスラブ2世は王を自称し、ハンガリー人の支援を受けて、領内の統制を高め、デチャンス機に戦いを挑まんとした。ウロッシュ2世とドラグティン兄弟の時代と同じくセルビアは2人の統治者によって分割されていたが、内戦が起きていた1322年から1323年の、相場。 ドゥブロブニクの商人は二人の統治者の領土を自由に行き来していた。重慶帝同士の争いは1323年に終わりを告げる。1323年末に、ウロシュ三世の派遣した役人がルドニクの市場を掌握すると、ブラディスラブ二世は北方への亡命を考えるようになる。ドゥブロブニクの商人、メンセットが指導するブラディスラブ派の人間は、 オストロビツァ近郊の城塞に立てこもって、ウロシュ3世に抵抗すると、ウロシュ3世は、ドゥブロブニク市に施設を送って、ドゥブロブニク内のブラディスラブ派の行動に抗議した。しかし、ドゥブロブニクは、セルビアの要求を拒絶し、オストロビツァには以前としてブラディスラブ派のセルビア人が、立てこもっていた。ウロシュ三世は、ドゥブロブニクの対応に不満を抱き、1324年に、 ドゥブロブニクの商人を探し集めて、彼らの財産を没収し、身柄を拘束する。年末に、ルドニクを回復すると、ドゥブロブニク商人を解放して、彼らに財産を返還し、また敗れたブラディスラブはハンガリーに亡命した。ウロッシュ三世は、北方の領域をサバ川、ドナウ川の沿岸部にまで広げようとするが、ハンガリーに阻まれて失敗した。また、 ドゥブロブニクとの緊張も続いた。ドゥブロブニクとの小取引が禁止されたため、1325年の8月に、セルビアの貴族ボージボダ・ボージインが、ドゥブロブニクを略奪する事件が起き、ウロシュ2世の時代に、ドゥブロブニクに授与された特権が再度主張された。両勢力の対立は、ウロシュ2世の没後に、フムを奪回したボスニアとドゥブロブニクが接近した折に、再び顕著になる。 セルビアは、マケドニアのプリレプ上塞を占拠して、南に領土を広げるが、ウロシュ三世の前にブルガリアとビザンツの同盟という、大きな壁が立ち塞がる。1324年頃からセルビアとブルガリアの、関係は悪化しており、ウロシュ三世の議定である、ブルガリア皇帝ミハイル三世シシュマンは、ウロシュ三世の、妹アンナネダを離縁して、ビザンツより王女を迎え入れていた。 1329年春にブルガリアとビザンツは、マケドニアに進出するセルビアに対抗して、和訳を結び、1330年春にブルガリアは、ワラキア公国、モルダビア公国、ジョチウルスなどより支援を取り付け、また、セルビアのドゥブロブニクの仲介によって、カタルーニャ傭兵を雇った。同年にブルガリアはセルビアに大規模な侵攻を行い、ウロシュ三世は、 自らの知性の中で最も重要な局面を迎える。7月28日にベルブジュドの戦いで、ブルガリアの援軍が到達する前に攻勢に出て、大将を収め、この戦いで重傷を負った、ミハイル三世は、戦後間もなく没した。東欧市の研究家であるジーオストロゴルスキは、ベルブジュドの戦いの重要性について、バルカン市の転換点と評した。 形成を伺っていたビザンツ皇帝アンドロニコス3世は同盟国の敗戦を知るとアドリアノープルに退却した。セルビア軍は追撃によって安々と戦利品を得、セルビアはマケドニア方面に領域を拡大する。ウロッシュ3世はブルガリアにおいては妹のアンナを支援し、アンナの子イヴァンステファンを定位につけた。しかし、ウロッシュ3世は政策に不満を抱く貴族の 反乱によって廃位され、このドゥシャンが王として擁立される。廃位された、ウロシュ三世は、ズベチャン城に遊兵され、その後間もなく考察された。ウロシュ三世の知世に発行された貨幣現在の、モンテネグロ南部の地域。この地域には、セルビア帝国崩壊後に、ゼタ公国が成立する。ベルブジドは、現在キュステンディルの名で知られている。なおビザンツ帝国史。 P794ABC John VA インジ e ニアザレートメディバルバルカンズ P262ABCDFGHIJKL John VA インジ e ニアザレートメディバルバルカンズ P264 John VA Fine Jr. ザレートメディバルバルカンズ P263 John VA Fine Jr. ザレートメディバルバルカンズ P265 ハット ABS クリソルド編ユーゴスラビア氏 P106 カネハラ中世のバルカンバルカン氏 P100 AB モリアス今井ブルガリアフードと歴史 P131 モリアス今井ブルガリアフードと歴史ピアニッシモ百13 131から132 AB モリアス今井ブルガリアフードと歴史 P132 ABC 直樹、ビザンツ帝国史 P816 金原中世のバルカンバルカン史 P95 ハットセドラージーン W イーストセントラルヨーロッパインザミドルエージズ1000から1500 P53 ありがとうございます